ンバスちゃん。ピア。ああ、どうもミカちゃん、おはようございます。いやー、寒いですね。どこに来てるんですか。なんかいつもと風景が違いますけれども。こちらです。こちらはどちら？高見市鬼穴に保育園さんです。今日はですね、なんと県内ハラリラ33市町村バージョン VTR を NHK 盛岡放送局さんと一緒に制作をさせていただけるということで、我々アンダーパスもなんと出しゃばらせていただいてですか、出演させていただけることになりまして、第1回目のキャラバンということで、こちら北上バージョンからスタートということでね、ミカちゃん寒いんです。氷点下15度ぐらいですか。ちょっとわかんないです。今日はね、めちゃくちゃ元気な子供たちと一緒にタラリア北上バージョンで撮影させていただけるということなので、もう気持ちはホットに行ってみたいと思います、はい、ということで、せーの、行ってみよう。現場の臨場感ですね。わかります。固定でいいんですよね。はい、わかります。
おさじのじのじのはい、じゃあみんな準備はいいですか。せーの、はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとう、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 ありがとうございました。ということで、本日は北上市鬼柳保育園さんにお邪魔させていただきました。みんなどうもありがとう。本日の動画もぜひ高評価、そしてコメントもいただければ嬉しいです。そして最後に、せーの、チャンネル登録よろしくね。はい、チャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。せーの、止まりません。こちらいただきます。こちらやると思った。レモンのスパイシーな香りが鼻に突き抜ける。でっか、おお、うまっ。いただきます。うん、赤っ。うまっ。なんかグリーン入ってる。いや、アスパラね。あ、そうだそうだね。とろりする豚の里芋の粘りで、衣もすっごいシャキシャキで、アスパラのさ、食感とかさ、いろいろ食感がもう次から次へと押し寄せてきつつまとまっちゃってんだよね、それが。うん、ペロリ。ということで、皆さん美味しく楽しんでね。せーの、ごちそうさまでした。